今日は月曜日祝日開催がありますので、ウィニング競馬も放送がありますということで、今日は荒れまくる重賞があるということで、ちょっと斉藤さんとキャプテンさん今中で予想しているので、ちょっとその様子をお届けしたいと思います。いきます。難しすぎない、このゲームの開催むずいですね。しかも荒れますからね。だから荒れるのかって話だよね。でも本当に荒れると言ってる時ほど荒れなかった。確かにね。ちょっと気になってるのはネクストストーリーとかシャドーファックス、ホーイクセル。ホーイクセルはね、私は相当気になっております。そう、前走勝ち方良かったからね。どうしようかな。あれ、あ、森ちゃん、全く気づかなかったよ。やっと気づきました。全然気づかなかったよ、森ちゃん。だいぶ長い間予想してましたけどあのお二人、フェアリーステークスの予想かなり悩んでらっしゃいますか？はい、悩んでおります。本当ですか？はい、ということで、ちょっと私からちょい足しキーワードを教えちゃおうかなと思いまして、はい、はい、あの前回もね、金牌では内枠を有利って森ちゃんのちょい足しキーワードで言ったけど、伊藤君ギシャク生きてたもんね。この子ですから。この子が握ってるんですね。この子がもう全てを握っております。ちょっとお願いします。今日もちょい足しちゃいます。はい、フェアリーステークスで人気薄を狙うなら7番人気か10番人気がいいみたいです。過去10年で馬券圏内に入った30頭で一番馬券に絡んだ人気薄の馬は7番人気で5頭、続いて10番人気の4頭なんです。あ、そうだ。ちなみに3番人気も5頭来ているので注目です。なるほど。これはなかなか買いやすいというか。そう、10番人気、ね、ちょっと一番オッズ的にはそれがいいのかな。はい、さあ、そんな荒れるですね、フェアリーステークス、私たちが練りに練って出した結論はこの後15時から放送のウィング競馬で発表するので、ぜひ見てください。はい、好調を見抜く大久保先生のパドック診断や、徹底した関係者取材など宇宙のヒントもいっぱいあります。はい、今日は成人の日、競馬は20歳からなので、すでに20歳になっているアダルトな新成人の皆さん、今日から競馬を始めてみませんか。アクション。ということで、本日15時スタートのウィニング競馬、ご覧ください。アクション。